はい、阿部ちゃんです。中身です。本日はね、もう最強にお酒に合うおつまみを作って、飲みたいと思います。はい、じゃあ早速何作るか紹介しますよ。はい、こちらのね、豚ホルモンと焼きそばを使ってホルモン焼きそば作りたいと思います。絶対うまい。おめでとうございます。もうこれはもう絶対にうまいから、とにかくまあお酒に合いますから、だから今回はこのね、ホルモン焼きそばを作って、はい、お酒を飲むという回でございます。はい、わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、もうお腹空いてるんで、早速作りますか。そうしましょう。はい、作ります。はい、ということで、じゃあ作っていくんですけど、一応作り方として、焼きそばとその上に乗っける野菜とかホルモンでこう別々で作ろうかなって思います。このまるちゃんのこの麺、こいつをまずじゃあ作っていきますか。こんぐらいかな。はい、ということで、じゃあちょっと麺がいい感じにほぐれたらね、この粉末ソース入れていきます。よし、じゃあこれでね、粉末ソースが混ざったら、とりあえず麺はこんな感じで OK かな。はい、ちょっとね、まあ二度手間ですけど、一回こいつをね、皿に移しましょう。ふっと、はい、こんな感じでございます。続いてはこの上に乗っけるもつと野菜たちを作っていきます。上に乗っけるホルモンたちを作っていきましょう。じゃあね、この豚ホルモンを炒めていきます。よし、じゃあホルモンをね、ちょっとある程度炒めたら、こちらの野菜炒めのこの素買ってきたんで、こいつをぶち込んでいきます。じゃあ塩コショウちょっと入れますね。よし、じゃあある程度ね、野菜が炒まったら、最後にニラを投入します。ぶち込みます。ドカーン。すごいニラだ。あ、ニラがすごいな。ニラ多いな。ニラ多いな。よし、ということで、こんな感じでよろしいでしょうか。はい、ね、じゃあこいつをさっき作った麺に乗っけていきます。やば、大ボリュームだ。あ、やばいやばいやばい。すごいことになるぞ、これは。盛れるかな。めちゃくちゃうまそうだよ、でもほら、うまそう。よいしょ。はい、ということで完成でございます。おいしそう。これすごくない？この量めっちゃおいしそう。めっちゃおいしそうよな。よし、ということで、じゃあホルモン焼きそば完成しました。やったー。ありがとうございます。うまそう、これ絶対うまいよ。これ絶対うまいですよ。じゃあまずちょっとビール飲みましょうよ。そうですね。うん、乾杯しますか。そうしましょう。乾杯。はい、乾杯。うっす。
まい、あ、うまい、あうまいね、あー美味しい、これ絶対ビールと合うよ、あもう間違いないです ね、まあ、今回もう2段階構成になってますから、そうですよ、麺と野菜を別々で作るという主婦顔負けですよ、本当ですよ阿部主婦、いただきます、あーマジでうまい。うますぎるだろ。うますぎるなこれ。すっごいわ。すっごいうまい。えぐうま。うん。一番うまい。なんだこれ。ニラ、ホルモン、ピリ辛、焼きそばもちもち。そうやな。すべてが100点。すべていいな。うん。すごっ。こんなうまいの作れるんだ、これニラ入れて大正解だね、そうですね、マジでうまいわ、ニラの量が良かったわ、大盛りで、ビール合うよね、間違いない、うん、あたまりません、うまい、ちょっとこれさ出たんじゃないの過去一、出ました、出たよなこれはこれそれぐらいうまいよな、うまい、お家で作る焼きそばって結構むずくないですか、そのガビガビになったり、そうそうね、もちもちしすぎたりとか、うん、なんでこんなうまいの、うまっ、うまっ、ホルモンとニラ入れるだけでこんなうまくなるかね、すごいわ、お見せできるわ俺、うん、できる背中押しますよ、おい押してくれる、両手で、バイトで、あ、時給いくらですか、時給460円、やるかあうまい、うん、うますぎる、はぁ、かわいい、俺も会員でございます、はい、じゃあちょっと2本目いきますか、そうしましょう、よし、じゃあ2本目、私男梅サワーでございます、はい、私東京ハイボールしそ梅風味、いいですね、よし、じゃあ乾杯、乾杯、おいっす、うめえ、おいしい、これしそ、うん、しそ強、なんか前飲んだ気がする俺それ、美味しい、何にでも合いそうです、これ俺も焼きそばに合いそう、うん、全然合うと思う、うんうん、合う合う、うん、焼きそばといっちゃあれでしょうか、何ですか、え、あ、キューピーちゃんこれ分かる人絶対ないからはい、キューピー、絶対分かる人いないよ今の、キューピーです、俺はマヨネーズこっからやるっての知ってたから分かったけど絶対に伝わんないよ今のこれだけじゃ間違いない、絶対伝わんない、キューピーちゃんかけるよ、はい、いきます、うわやばい、あーもう、あーあーもうカロリーこれがうめんだわ、これがもうカロリーですよ、あー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 、えぐい、えぐい、えぐい、やばい、ちょっとかけすぎたないや、これもう分かるもん、うまいって絶対うまいよな、分かるもん、よっしゃ、いただきます、いただきます、うわうわこれは、やっぱ重罪だ、やっぱファンキージャンキー、うますぎるわ、うん、やばやば、いや、マヨネーズなんでこんなうまいんだろうな、本当ですよね、なあ、うん、うめえ、うますぎよ、本当です、うん、何ですか、うますぎよです、あ、どうもです、ありがとうございます、こんにちは、うん、流行らせようとしてます、流行らないですよ、ありがとうございます、何でしたっけ、前流行らそうとしたの、ウマッシングバスターもう忘れても一番隣で聞いてた俺が忘れてんだもん、流行るわけないよ
ああ、いやこういうのってね、うん、やっぱ子供が真似するとか、確かに確かに、やっぱそういうことやね、うん、結局やっぱおっぱっぴーと一緒だもん、うんうんうん、おっぱっぴーと一緒なのよ、そういうこと、だからもうキャッチーで気軽に言えるというか、そうね、ん、もうなんか自然と言っちゃうみたいな、うん、そうそう、それがね、うん、出たら苦労しねえ、まあ確かにそうよな、うん、マイユーとかな、そう、いや、まあ、マッシングバスターいいと思うんだけどな、よくない、それだけはわかる募集しましょうか、募集するか、うん、こう決め台詞食べた後のこちらこちらまで、なんかあっという間になくなりましたね、結構量多かったけど、うん、全然ペロってくれるな、ほんと、うん、会員でございます、はい、もう一本行こうかな、行きましょう、はい、はい、じゃあ私3本目ね、焼酎ハイボールレモン、はい、はい、よっしゃ、じゃあ乾杯しましょう、はい、乾杯、乾杯、うっす、うん、うまい、うん、あっという間になくなりますけど、あっという間ですね、うん、本当は今日ね、レバニラ作る予定だったのな、そうなんすよレバニラ作ろうぜっつってスーパー行って、まずレバーがない、そう、まずレバーがないね、で、あのクックドゥとかにレバニラの素があると思ったらそれもないと、うん、じゃあどうやって作るんだっつったら、いや、わかんねえべっつって、そう、やめたそうなんよな、うん、で、なんかこう、ホルモンがあったね、うん、豚ホルモン、そう、でホルモン焼きそばどう、やるやるそう、即決だったな、はい、で、このやっぱレバニラを作る予定だったから、まあ、ニラはちょっとニラ残しそうそうそう、それがハマった、そうだね、うん、これ多分ニラなかったら、うん、もう普通のホルモン焼きそばで、そうそうね、ニラがポイントです、うん、このニラをこうあまり炒めすぎてないのがポイントだ、うん、食感がこう、うん、シャキシャキ残ってるというか、そうね、ニラだわこれは、うん、全てはニラ、そうですよ、ニラです、これ、うん、ニラのおひたしです、そうですカイン、お、いいですね、3本目いきますか、終盤ですけど、もうないのよね、そうやんな、うん、もうニラで飲むわ、ニラで飲みましょう、うん、はい、3本目、はい、ストロングゼロダブルレモン、あら、珍しい、ほな、乾杯しましょう、乾杯、乾杯、ういっす、ストゼロってでも 9% の感じあんましないですよね、だから怖いんよ、そう、ちょっと距離置いてるもん、距離置いてる、ます、うん、ちょっとさすがにやばい、 9% ってやばいからね、うん、麺ほぼなくなって最後もうこの野菜たちですけど、この野菜炒めがもううまいわ、うまいのよ、ニラです、ニラですミワです、ミワですか、メラか、メラが歌ってミワが声でやってます三輪明宏さんって何の声優？黙れ小僧。ああ。お前にサンガ救えるか。そう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 。それそう人ね。そうそう。どうモノマネ。黙れ小僧。お前にサンガ救えるか。じゃあのうまかった方ここにお願いします。待ってまーす。ジブリと言ったら俺はもうダントツで千と千尋も、おお、うん、一緒一緒、俺あのさ、はい、円ガチョするシーンがすごい好き、円ガチョ円ガチョしろ、円ガチョしろ、円ガチョしろ、クモジーが、クモジーが円ガチョするシーンが一番好き、うん、おめでとうございます、ありがとうございます、美味しかったです、美味しかったな、うん、うん、よし、じゃあもうね俺なくなるんで、うん、最後乾杯して終わりますか、しましょう、はい、ほんなら乾杯、はい、乾杯、ういっす、あー、いやー、うまかったな、美味しかった、
最高だったわ、うん、結構はい、ということでね、まあ、このホルモン焼きそば、はい、まあ、かなりお手軽で簡単に作れるから、うん、ぜひね皆さんも作って飲んでみてください、はい、ということでじゃあごちそうさまでした。しゃ、この動画を最後まで見ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。バイバイ。バイバーイ。